NA キックフェザー級 WBC 無敵日本フェザー級王者秋元博樹。プロデビューから17戦無敗、若干19歳にして NA キック WBC 無敵日本の2冠を獲得。快進撃を続ける超新星がビッグマンのエース俊太に挑む。やっぱり俊太選手は熱い選手ですし、やっぱ見に来てくださる方もそういう試合を見たいと思うので、僕も熱いファイトをしたいなと。で、まあ、もちろん勝って1年を締めくくりたいと思う。本当に、まあ、俊太選手が打ち合いに転ぶ打ち合いだと思いますし、まあ、僕は常に前に前に出ていければいいなと思います。俊太選手は強い選手で、僕もずっとアンパレスの選手なんですけど、しっかり KO して世代交代したいと思います。世界フェザー級王者俊太、打倒ムエタイの急先鋒としてビッグマンを牽引してきた俊太。対日本人の試合では7年間無敗、新鋭秋元を相手にどのような戦いを見せるのか。結構前からヤバいなって結構言われてるし、言われてるしというか、まあそうですね、結構まあ自分の知り合いの前の人とかも結構言われてたんだけど、まあ気にはなってましたけど、気持ち的にはやりやすいという感じではないですけど、スタイル的にはやりにくくなさそうな感じはありますね。年も結構違うんで、10個ぐらい違って、まあ、完全におっさんと若手なんですけど、だからそれでやっぱりちょっとおっさんの強さはいつもですけど、おっさんの強さをちょっと見ない、まあ、全体し秋元君にも見せつけられるかなっていう試合で、そのラウンドを通して自分の気持ちが伝えられるような試合をしたいと思っているので、アイスも通りですけど、申し込めて気合い入れていきますので、よろしくお願いします。秋元の勢いが俊太を飲み込むのか、俊太が経験の差を見せつけるのか。日本キック界でも屈指のゴーカードがついに実現。その結末を目に焼き付けろ。メインイベント、ビッグマンキックルール59キロ契約3分5ラウンド、俊太 VS 秋元博樹。2012年ビッグマンファイナルマッチ、本日のメインイベント王者対決キックルール59キロ契約5回戦。
級チャンピオン39戦25勝10敗4負け7 KO 勝ち竹川事務所属Thank you.
第1ラウンド終了。ここで4分の勝負が行われます。ここを WFA 世界フェザー級の選手団谷山選手、選手には39戦25勝10敗4分け25勝のうち7のアクアドがちでございます。最初の差を飛ぶ WBC 大会日本フェザー級チャンピオン並びにマーシャルアーツ日本フェザー級チャンピオン秋元博マキジム愛知勝利。戦績は
Thank you.
ホランドがこんなに速く感じたことはこれまでありませんでした。負けはない。ジャッジの集計